ノクさん、動画をありがとうございます。今回はカルダノエーダのステーキングの話をしていただきました。このステーキングがいわゆる高い利益が取れる不労所得になるということなんですけども、そのためにはね、 ADA を購入しなければなりません。じゃあね、 ADA の出来高がなんで未だにあるのか。ちなみに今 ADA の価格って結構いい感じで伸びてて、9円ぐらいでしたよね。9円20銭ですね。9円20銭なんで、一時期のような価格にはなってはいませんけども、まあ10円をね、行くんじゃないかなと。一時期2円3円とかでうろついてたんで、あ、これ危ないなと思いましたけどね。でも結局この9円付近、10円付近に近づいてきてくれたことによって、まあ以前みたいなね、1ドルとか、それは1ドルオーバーみたいな時代も来るんじゃないかなと思わせちゃいますよね。じゃあなんでね、 ADA がこうやって値段が上がるのかっていうことなんですけども、それは単純でですね、 ADA を買ってる人が多ければ値段が上がるんですよ。で、 ADA を利確して手放す人が増えれば値段が下がります。で、ステーキングっていうのはいわゆるホールドする状態にしてもらうってことですよね。自由に出し入れできないような ADA の金額を、枚数を決めることによって、まあ、一定期間ね、1年とか2年とか ADA が寝てしまうことになります。完全に解約できなくなってしまうんですけども、その分金利が高く増えていくって形ですよね。これは非常にまあ面白いということになります。まあ、暗号通貨の中でね、なんで ADA が生き残っているのかっていうと、単純に ADA の開発者がずっと情報発信してるからなんですよね。で、他の暗号通貨、NEM なんていうのは一時期話題になりましたけどね、今 NEM の話題なんてする人いなくて、まさに眠い状態になってますよ。その他にもファクトムみたいなところが自分のプロジェクトをね、売却して倒産寸前になっているような情報もありますけども、基本的には情報がないんですよね。その他 IOTA もそうですけども、情報があるようでね、あまり手に入んないんですよ。私も暗号通貨の専門家としてリサーチはしてるんですけども、まあね、発信するようなものはないですね、今ね。ずっとないですね。 ADA に関しましては、開発者のチャールズ・ホスキンソンさん自身が、もう私のね、翻訳なんていらないぐらいに、ガス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 お話してくれてますんで、そういう意味で言うと市場をね、引っ張っていってくれるのはチャールズ・ホスキンソンさん一人になってしまったのかなと思います。まあ、あれほどね、熱心に ICO のことを宣伝していた暗号通貨 YouTuber はどこ行ったんでしょうね。まあ、当時私はね、そういう人たちに人気を奪われてましたけども、ただ今こうやって YouTube をやってみると、私はまだ未だにこうやってますけども、そういうふうな暗号通貨人気 YouTuber さんは軒並みいなくなりましたね。一人残らずいなくなったと言ってもいいです。どうしてるのかなと。日雇いのバイトでもしてるんですかね。それとも大富豪になってるんですかね。わかりませんけども。ということでね、今回不労所得を得る方法ということで ADA を紹介していただきましたけども、で、私が考える不労所得っていうのはね、まあ、暗号通貨のチャンスっていうのは今、なくはないんですけども、やっぱり暗号通貨っていうのは急激な値上がりが見込めるところに夢があるんですよね。まあ、今の暗号通貨の ADA にしてもそうですし、 BTC にしてもそうなんですけども、完全に FX と一緒なんでそう考えたらね、 FX やっといてよかったなと思うばかりでございます。ただノクさんのステーキングの話も非常にね、多くの方に興味を持たれることだと思いますんで、今からでも ADA をね、購入してステーキングに備えてみるのは全然遅い話じゃありません。まあ、利用とリスクにはね、まあ、自己責任というのがついて回りますけども、あくまで自分の余剰資金でできる範囲で、勉強のためにやってみるといいんじゃないかなと思いますね。ノクさん、じゃあこれからもね、いろんな情報を投げてください。2人でまたマーケットの方にいろんなことを、いろんな情報をね、発信していきましょう。それでは失礼します。